中学生のチームにしてはすごいなんかバズりまくってんですよね、はい、今回のサムライジャパンのアンダー15に選出されて、おー、はい、日本代表、日本代表ですよ。あかん、やばい。皆さんこんばんは。こんばんは。ガチ対決、本日は関西メディカルさんです、はい、ちゃうて。関西メディカルじゃないですか。それ最初からボケっすか。最初からちゃうて。ちゃんと言ったら怒られるし。カンメディね。そう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 。もう1分回ってないんちゃう。すぐふざけるから。カンメディさん。カンメディ。俺ちゃうで。俺カンメディ。カンメディさんじゃない。紹介まだやねん俺。やばない。終わらへんよ今日。カンメディ。はい。今日は。お世話になります。はい。はい、で監督の井戸さんとは、はい、同期入団す近鉄の、うん、講師ともに市の方かな、うん、比較的、うん、プライベートの方でお世話になって今はこうやってまたお世話になってるっていう関係でございます、はい、ちょっと自己紹介してください。ふざけてる、関西、いやいや関明スポーツ学院の井戸です。どうもよろしくお願いします。関明でめっちゃこだわるん。え、カンメディこだわりあったんですか。カンメディが名前間違えたら最悪やね。そうやね、関西出だしから名前間違えた。関西メディカルベースボール学院やん。ちゃちゃちゃ、カンメディ、ね、今そうそうそう、自分が入ってんのにそんなあかんで、ちょ怒られるやん。そうですよ、コーチとして入ってるんですか。そうそうそう、臨時コーチやらしてもらってるんですよ僕、はい、やのに間違えたみたいです。めっちゃ今怒られてる。ほんまあかんで。バリアピールやん。だじゃーんやで。みんなこれ、うん、SNS とか見てもらったらグーンってね。ほんま中学生のチームにしてはすごいなんかバズりまくってんですよね。バズりまくってて選手が SNS を SNS めっちゃやってますもんね。でしょ、 SNS は本当ちょっとね、あの子供たちに入部していただくんですけど、お父さんお母さんに、いや SNS 見てもらったらよくあの練習内容わかるんでって、ふざけたばっかり。一発ギャグとかね。ギャグばっかり、練習内容全く書いてない。たまに監督の笑い声入ってる。いや、ただたまにって言っていいんかわからんすけど、めっちゃかっこいい映像流れてくるんで。あー、歌とかもすごいから。そうそうそう、歌手の方が作ってくれてるんですよね。そうそうそう、カンメディの歌ありますから。そう、ハーティーさんね。ハーティーさん、新庄監督応援、応援歌、そう、応援歌、応援ソング作った方がカンメディの応援ソングを、はい、なんでなんでなん。9月27日、はい、配信ですよ。全国配信、全国配信される、皆さんよろしくお願いします。今日何聞いたんですか。何聞いたんですか。対決をさせてもらおうと思って、はい、いつもやってるような真剣なガチ勝負を俺が教えてる子供たちと対決、ね、子供たちと対決をどんなものかっていうのを肌で感じようと思ってやっていきますので、今年無敗ですから。おお、無敗ですよ、無敗ですよ、めちゃ強いよ、無敗ですよ。楽しくやるに限りますね。そうそうそう、エンジョイベースボール、ちょっとハード。あかん、今日ふざけまくる。でもね、でもね、対戦するピッチャーね、はいはい、どういうピッチャーか、どういうピッチャーか、今回ね、侍ジャパン、おお、アンダー15に選ばれたね、藤田壮っていうね、はい、いいピッチャーです、うん、ちょっと可愛らしい顔してて、はい、常になんかもうポーっとしてるんで、投げるともスーっていくね。いや、スーっていくね。投げるともスーっていくね。スーっていくから。それパーンいったり、そうそう、スーって、うん、それはもうあとね、楽しみということで、はい、はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。お願いします。視聴者の皆さん、こんばんは。こんばんは。カンメディベースボール学院3年の鶴田圭太です。ポジションはピッチャーです。今日何らかしてんの。今日は沢口選手とガチ対決です。はい、してました。いや、知らなかった。気持ちをちょっとね、作っていただいて。左投げんな。はい、な、今日は抑えれるように思い切って投げます。どういう、こう、そうですね、特徴のある、スライダーとね、まっすぐのコンビネーションうまいこと使って抑えるタイプですよ。坂口選手の、ね、左対策を、ね、みんなで眺めてみようと思います。ご期待ください。どういう風に抑えようとかありますか。ね、どうぞ初期まで聞けないし。今日はまっすぐでいきます。まっすぐ、まっすぐ、うん、と言いながらスライダー。まっすぐ、はい、男はまっすぐです。よし、期待してます。お願いします。
ちなみに最速とかどれくらい？135キロの10キロマイナスぐらいです。期待してますので、はい、ぜひ見せてください。はい、もう射球はまっすぐ。 OK、 視聴者の皆さん、視聴者の皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。カメレベースボール学院中等部の3年の藤田壮です。ポジションはピッチャーとショートです。今日何やるか知ってる？坂口さんと大丈夫でしょう。彼はね、はい、今回の侍ジャパンのアンダー17歳です。おお、日本代表。日本代表です、まあ、昨年に続き、まあ、選ばれた。得意な球はストレートです。そういうことは初球はストレートです。いいですね。フォークです。フォークですね。はい。最速はどれくらいなの？134キロぐらい。4キロぐらいって4キロちゃうの？気持ちは気持ちはもっと言ってました。気持ちは何？気持ちは140ぐらいです。今日はもうそれでまっすぐ。はい。スパッとビシャッとバット打って、はい、1本しかないんで、あのバット、はい、この企画がね、あのバット折らないとね、終わっちゃうんですよ。ぜひぜひ折ってください。はい。意気込みのことはあります。坂口選手に対して意気込みは？自分のストレートでバット折ります。おお。視聴者の皆さん、こんばんは。もうこんばんは。カメリベースボール学院中等部、笹野ゼボンゆずきです。今日は何やるか知ってる？対決です。誰と？坂口さん。あ、これちっちゃいわ。坂口さんからのリクエストで、はい、当番さんからのリクエストです。当番ということで、はい、でも今日おたたき投法で、はい、ぜひね、視聴者の皆さんを湧くぐらいのおたけびで、はい、坂口さんのバットを絶対言ってください。おります。よし。普段はどこまで？ピッチャーです。ピッチャー。はい。得意球は？得意球はツーシームです。かー、いいですね。一番バットを入れるやつで、はい、いいですね。じゃあ、ゴルさんに一言。デッドボール当てるかもしれないですけど、絶対にバットおります。気合入ってた？みんな気合入った。気合入ってやばいよ。やっぱ井戸さんがやっぱふざけてる。やっぱりふざけてるやろ。あの、ね、今日のどれだか井戸さんだけで終わるよ。ただこれワンチャンね、うん、めっちゃいい回になるかもしれない。監督、ふざけるのも嫌だ。ラスト。はい。ありがとう。いや、無差そうと作りに行ってるもん。いや、そうよ。日の丸の子とかもいるんでしょ。日の丸とか、侍。いますね。アンダー15の。作戦はみんな持ってた。言ってましたよ。言ってた。うん。これで行く。さんがちょっとちょけたりするから。うん。真実は、真実がなかったら、やっぱり。煙に巻かれた感じする。巻かれました。でも、写しといて綺麗にしてくれてるから。いや、ほんまや。あそこしかないんで。あそこに来るんです、野球。あそこにね。野球型のスポーツってあそこに投げるようにルールがある。うん、そこに来たやつを打てばいいだけです。はい。いきますね。今日も決まりました。やっぱり監督がふざけて、取れ高監督だらけっていうパターンやったやろ。ほら、ふざけたあかんでっていうところでやっぱふざけたいっていう。でも日本一の監督だからね。そうなの、ね、無敗やからね。え、左やん、ほんまに。左一人当ててきました。左怖いやろ、ちょ照明暗いしって言ってたもん。左当ててきました。そうですね、左ちょっと怖いですね。球もそこそこ速いだろうしっていう話してた。やってるやん。やってる、やってるって。おいおい、揺さぶってきたよ。左やん。え、抜けてるやん今。こわ。避けれへんよ、こんな暗かったら俺。すごいわ。
やってんだ。やってんだ。これヒットですよ。これヒットですよ。これはまあヒットですよ。でしょ。はい。監督めっちゃ怒ってるけど。ガチ対決でしょ。グさん、これヒットです。よしよし。一本目。意地悪するからや。右で。左でね、まず一本。よっしゃ。さらに。押さえるために左出てたやろ、お前。ちょ、ピッチャー交代。交代。何したお前、左で抑えに行ってんのな、お前。なこのアームスリーブとかカッコつけてるかわかんないな、これ。何したお前。はぁ、もう。どうなってんの、もう。ごめんなさい。ごめんなさい。じゃあ、ほんま。あもうが。いいやから。そうよ。くそぉ。まぁ、ちょっと。準備しとけよ、言ってもワンポイントあるよ、これ。あるね。どうでしょう、一回、退治してみて。オーラが、すごかった。すごかった。はい、感じた。感じました。でも、ね、打ち取ってる。あ、うん、あ、取ってほしかったっす。せやな、せやな、せやな。グさん、最先いいよ。ちょっと言ってやけど。いいけど、結果なんで。結果やから。ガチ対決ってこういうことでしょ。そういうことです。試合だから守ってくれてるんで。うん。今までで一番渋い。渋かったね。詰まって落とす、これ現役の時のヒットでしょ。そう。けど珍しいパターンやね。今までほんま100-0とかやん。だから今日なんか来た球打っちゃいいけど、長打はちょっと考えづらいんだよ。うんうんうん。それなりに綺麗とかやっぱいいし、曲がり球良かったよ。スライダーとカーブが来たのかな。最後は良かった。俺これ打ったらジャパン入れる。はい。アンダー15のね。早い。おいいボール。ナイスボール。早い。おいいボール。ナイスボール。サムライファイブちゃうわ。どうですか、監督の心理作戦に負けてないでしょ、今。来てるよ。はぁ、疲れた。すごい。早かったもん、初球見て。早かったな。早かったよな。いや、びっくりした、びっくりした。ナイスボール。さすがジャパンやな。角度いいよ。手もコンパクトに上がってくるしね。でも、やっぱね、今日、ちょっとね、主役が、相手の主役が、僕らピッチャーと思って来てるじゃないですか、左の。右の今のね投げた子もそうですけど、監督になってんだよ、どうやら。心理めちゃくちゃ動かしてくるんよ、守備位置とかで。だからちょっと対監督とのガチ対決も今勝つためにもう一本ってきますよ。お願いします。はい。2打数2安打完敗中だったんですよ。はい。どうでしたっけ。抑えます。ん、抑えますよ。ちょっとまず反省しよう。まずさっきのどうですか。さっきどうやって。わ、ちょっと入りが悪くなってしまったね。入り、お前まっすぐ行くで、初球何投げるで。フォークでまっすぐ打ってる。全然ちゃうよ、はい、これや、打てない。次にね、はい、次だね。次こそ、はい、次行って、はい、体重してみてどうでした。外の球にやっぱグッてきてるんで、うん、投げづらかったのはありました。なるほどね、悔しいな。次、うん、頼むぞ。はい、お願いします。お願いします。はい。ありがとう。ちょっと待って。シャンバーこれ見すぎやで。手入ってる、いいよ。
いいボールよ。いいボールよ。ちょっと、キャッチャー、キャッチャーがちょっと、今のはみたいな。じゃあじゃない、じゃあじゃない。あー、ナイスカット。あー、ナイスカット。隠し人が右足ツーシームオンパレードや、あの疑惑のやつに惑わされたよ最後けどツーシーム言ってたからずっとやで、ね、一生ファールファールって足ればよかった一生くっそまだ左来てんねんけど、なんで監督がもう楽しんでもうてんねん今やば、向こう聞きに来ます、まだ来てるやん、行くよ、まだ行くよ、打ち取ったよ、はい、やっと行きました、やっと行きました、何で行ったと、ツーシームです、ツーシーム、はい、やっぱ左バッターが効くね、はい、めっちゃ嫌がってる、はい、次もしもらったらこれツーシームと見せかけてカーブで、あ、チェンジアップ、チェンジアップで、チェンジアップ、そんな細かい投げ分けれるの、まあいいや、頑張れよナイスボール。出ました、やばい、すいません、キャリードさんがもったいない最後、やったーナイスボール、ナイスミッチ、最後、最後スライダー、空振りも多分スライダー、もうスライダー、得意球はスライダー、いや気持ちいいな、得意球で、気持ちよかったね、俺気持ち悪いよ、気持ち悪いよね、そう、なんかバッターの想像の曲がりと違ったから、うんうん、こういなしに行ったら中に入っちゃったんです、なるほどね、もうちょっとこっちの予定やったんやけど、うんうんうん、中に入っちゃった、悔しいっす、またやろう、もう満点じゃない、うん、もう簡単に追い込んで選択肢がね広がって、ナイスボール。やったね。やりましたね。やったね。はい、やりました。絶対やったね。カブトってすごいな。ね、あんま空振りせえへん。変化球空振りせえへんばって。それをカブトって確かに。いや、素晴らしい。やったぞ。やったぞ。いいね。変化球でストライクから入れる。でも H や、 H です、 H です、 H です、ちょ、これはやっぱ最高責任者の井戸さんに、今の結果はどうでしょう、余裕のヒットやな
余裕のなあ、スリーツーやん、はい、追い込んでるよ、はい、追い込んであっこまでまっすぐ行かれたらね、うん、もう乾杯やな、はい、はい、乾杯です。井戸さんの判定なんやった？ヒットです。やったねやった、はい、お願いします。うん、かもしれん。高橋さん、はい、男はやっぱりいいでしょ。全部動いてるね、たまん。気持ちが、あ、やばい、どこ、ファールボール、危なかった今またよいしょ、サンキュー、サンシンちゃん審判がでも言ったらしょうがなくな、はい、いやこれさっきいやけどさっき健吾とも言っててん、ストライクゾーンが中学のあれとちゃうっていうの話もしててね。でもやっぱこっちの土俵でやらせてもらってるから、そうね、俺はもう楽しいんでしょ。ありがとうございました。楽しいよ、楽しい、おーこいついや、これは与えられました。何した何した食べられてるわ腹立つ今、悔しい。ナイスボール、あ、何最後何してるやん全然黙ってますんちゃうやん、そやで、ね、男はとかちゃうんだ全部嘘ついてんで、ほんならくっそ、彼だけ全部抑えられた、そやねん、そやねん、しょうがないな。どうやった、楽しかった、どうやった、はい、あ、楽しかったです。頑張って、はい、通信もいいね、あざ、そりゃそうなるライバルもう俺と君はライバルの関係に今今日なったから、はい、もう次練習俺来てももうほんま敵対してるからバチバチ火花散らしていくもう絡んでこんといてな、いや勝負の世界やからな、そりゃそうなのかな、リベンジするまでもう喋りかけんといてな、いやいやナイスボール、あ、ありがとう、ありがとうございました。いやナイスボール、いやよかったね、よかった、いや楽しかったっすか、うん、疲れたよマジ、何スイングした今日、いやめっちゃしたよ、7打席、うん1日で7打席打つこともないからね、あのね、一回りした時にちょっと体がもうあれあれってなってきたの、うん、重たいぞと、そうね、うん、どうしたんだこれはってなってきて、あのファールあったやん、うんうん、全然もう前飛ば合わしに行ってるから体がこうなってるから詰まるね、うんうんうん、なるほどね、元気の時はポンってやれば詰まらない、うんうんうん、それができてなかったね、でもヒット打てたし、うん、よかったね、うん、よかった、あー悔しい、でもいいピッチャー多いね、いいピッチャー多い、楽しかった、楽しかった、疲れました、よっしゃ、ありがとうございました、ありがとうございました、勉強になった、勉強になった、いっぱいあった体重がないし、見た、追い込まれてる、何考えてるんですか、まず相手の持ち玉全部で、それまでより早くタイミングを取る、で、それまでより早く取って、なんか足つくまでの時間を長くする、長く見るから、だからこうやって引きつけようじゃなくて、自分がそこまでこう見ながら選ぶような、追い込まれれば余計に知らんけど。でもあっちのファール多かったでしょ。この
一直線よりこう振らないようになって、だからなんか見え方って両目で見たらこう扇形に見えない、そうは見ない、こっち向きでこう横目でピッチャーがこうやって入ってるようなイメージ、追い込まれればいいかな、半々ストレート、あーその真っ直ぐの質にもよるんですけど7-3、8-2真っ直ぐで、変化球は見逃そうじゃなくて落ちる前に打てるやつは打ちますぐらいのヒットに見逃そうと思う見逃そうじゃなくて全部打ちに行ってって感じ、動きを止めないところが一番大事、こうやって待ってしまわないで、どっかがこう動いてる、動きながら判断してあげるっていうのが大事だと思います。はい、できました、はい、あります、なんかふざけてるようにしか見えへんどうしても俺はありがとうございます、今日はありがとうございました、楽しかったです、いやめちゃくちゃ面白いです、ね、いや、本当に、ただね、投手と対戦してるのか、投手と対戦してるのか、うん、井戸さんと対決してるのか分からなくなってきて途中から心理戦えぐいな、うん、まず先発ピッチャーの情報嘘くそでしょ左出して、ね、いきなりで2番手も嘘でしょ、嘘でしょ、うん、で3番手も大嘘でしょ、大嘘でしょ4番手なんかまっすぐ行きますね、チェンジアップ全部嘘でもそこに野球の極意が全部詰まってる可能性あるっすか、全ては騙し合いそうですね、でもね、こう対応するからさすがにね悔しい、そこが違い、騙された時こそ余計に打ちたかったけど、でもきっちりね、やっぱりそれを対応してくれるさすがですね、レベルも高い、やっぱり高い、うん、ほんまにそんな舐めてこれるようなとこじゃなかった、キレアラをグラブ持つから、うん、全然いけない、実際ね、久しぶりに見ると気持ちいいねなんかこうユニフォーム姿がもう一回見たくなるような感覚がね、こう、こっちからするとすごいそういう感じに、もう取れ高今回ほぼ井戸さんの、はい、なんとか選手を引き出そうと多分するんですけど、あ多分ほぼ井戸さんが勝ってくるから、持ち味めちゃめちゃ、ありがとうございますゲストの井戸さんでしたいやありがとうございました、ありがとうございました、楽しかったです、あ楽しかったね、ありがとうございました。